吉さんあの SNS のフォロワーの数とか影響力によって採用するっていうのはねまあ新しい基準かなと思いますけども時代に合ってるんですけどもまあでも個人に合わないのかなっていうところがありますよねまあそもそも個人でインフルエンサーができていると雇われる必要がないのでどっかで固定給もらうことにあんまり魅力を感じないのとで自分の影響力がそのどっか会社に買い取られて なんかその会社の権利になってしまうことにものすごくねデメリットを感じるようになりますよねでここに一つの、まあ、真実が浮かび上がってくるんですけども自力でやっていけない人は会社に入りたがるんですよねで自力でやっていける人は会社に入りたがらないんですよ会社から抜けたがるんですよそうなってる以上フォロワーが多くてその影響力がある人インフルエンサーであることを自分自身に認知してる人っていうのは 会社に入りたかんないんじゃないかなと。むしろ自分の影響力がなくなっていく限りを感じてる人ってのは、やばい、今のうちに誰かに当たるとこっていうふうになるのかもしれませんけどね。まあ、どちらにしても、影響力を使いたい会社と、影響力を自分で使いたいインフルエンサーと、なんかその利害が一致するとこっていうのがなかなか見えないような気がするんですよね。まあでも、なんかローンがね、フォロワーの数によって通りやすくなるっていうの私も体験しましたけども。うん、確かに、 信用っていうのが学歴とか資格とかじゃなくて影響力とかフォロワーになってきたっていうのは確かにそうかもしれないですね。いってらっしゃい